ストでいっぱいだよね。シラクですね、ナルトのアニメの主人公うつなきナルトの行きつけの一楽を再建したラーメン屋さん。私知らないから昨日調べました。台湾でもさ、ちなみにナルトってすごい流行ってるの？めっちゃ人気、大人気のアニメですよ。本当だよね、今日さ平日なのに本当にすごい人。若者超好きなアニメだから、うん、私たちの夢はアニメの一楽を食べたい。漫画の世界に入った気分なんだね。そう、噂によると台湾と日本のメニューはちょっと違うらしい。お、ということで今日の企画はナルトのラーメン一楽、ついに台湾に行きました。ということで私たちが来てるのはどこですか？ここは新イウェイショー、若者を代表する。そう、映画館の隣にありますね。このラーメン屋さんの営業時間は11時からですけど、今はもう行列がやばい、みんなが待ってる。じゃあ一緒に入ってみよう。ゴー。食べるところはここ？ここもしかしたら食べれるかもしれないけど、ここはアニメのシーンが再現されたの。舞台が実際に作られてるってことだね。じゃあもうここはあれだね、写真スポットだね。写真スポットね。でもほとんどは男性です。ナルトはあの男性、女性向けじゃないけど、まあほぼ男性が好きなアニメですね。みんなはちっちゃい頃の夢ですね、忍者になりたいです。台湾人の夢ですね、忍者になりたい。入ってみよう。はい。わー、すごい。あ、フィギュアもう売ってるね。隣は飲食のコーナーですね。ここら辺はグーズコーナー、ナルトに関してるいっぱいグッズが売ってるね。飲食コーナー入りましょう。はい、入りました。見てください、もう後ろのデザインもいろんな砂糖のカモンがあります。ジライアの油もあります。メニュー見たらめっちゃ感動した。見てください、わあ、私もう忍者だよね。私メニューは巻物、わあ、すごい、もうめちゃくちゃナルトっぽい。日本語も中国語も書いてる。こうやって見たらちょっと日本のメニューは違うらしいね。日本のメニューですね。今はサイト見たらメニューはちょっと少ないらしい。日本の本場の一楽に行ったことないからどれくらいあるかどうか分かんない。台湾は結構いろんなメニューがありますね。日本の一楽のメニューを見ながら台湾のちょっと違うメニューを注文してみよう。あとですね、ここのお店のポイントが、店員さんがめちゃイケメン。そこもなんかアニメの中の世界なのかなと思って幸せです。はい、最初に飲み物を頼んだんですけど、飲み物の名前本当にちょっとよく分かんなくて、これはシャリンガン。ネットで調べたプラスズズに教えてもらったら目が赤くなる、マナサスケシャリンガン。やばい、怒られちゃう。シャリンガンの目の色とこの飲み物の色が同じかな、だからシャリンガンっていうのかな。ここのメニューですね、あのドリンクは写真がないですよ。だからもう何が来るか分かんない。グレープフルーツがあって、上に生クリームかアイスかな。飲んでみたいと思います。シャリンガン、うわ、めっちゃ好き。ブルーベリーとかラズベリーとかのベリー系のソーダの味。目のあの力をこっちでピレリと、強さがここに入ってますよ。名前だけが楽しいんじゃなくて本当に味も美味しいから嬉しいね。ズズも飲んでください。そして私のラセンガンが来ました。見てください。何の味かな、ちょっと今から飲みたいと思います。いただきます。マナのドリンク似てるかもしれない。なんかラズベリーの味がしてる。色がラズベリーで、中にはこれなんだろう、グレープフルーツ。でも本当に美味しい。私がそういうフルーツティーのドリンク大好きだから、これは本当に私の好みです。日本もこういう味かな、ちょっと興味がある。ぜひ教えてください。はい、そして私たちのラーメンが来ました。で、私が注文したのはナルトが大好きの一楽豚骨ラーメン。こういう渦巻きもありますね。しかも一楽もちゃんと書いてる。私が頼んだのは片面、ここは硬さが選
選べるから、アニメ再現したラーメン屋さんだけど、ちゃんとしてるでしょ。いただきます。美味しすぎる。これはまさかずっと憧れてるの味。わ、本当に美味しい。普通のラーメン屋さんより美味しいかもしれない。なんかちょっと一蘭っぽいの味。台湾人超好きな味。濃厚だけどでも超甘い。ちょっとごま油があるから、あの香りがすごい。あとはちょっとチャーシューもいただきたいと思います。最高、めちゃくちゃ美味しい。このチャーシューの脂身と塩加減はちょうどいい。なんかこれはもうバランスが絶妙。なんかさ、私ねアニメのキャラクターカフェが大好きだから、よくキャラクターのカフェに行く。でもキャラクターカフェの欠点はインスタ映えだけど、食べ物は大体あんまり美味しくはない。でもね、ここは本当に美味しくてインスタ映えだし、私絶対また友達と一緒に来る。大好き。すごい。こちらは豚骨味噌ラーメン。先ほどのジソが食べたやつは豚骨ラーメン260円なんですけど、こっちは370円。でも高い理由は多分チャーシューがまず多いのと、あとはこれ卵の上に、わー、きれい。これはあれですね、あのコノハカプレのカモ。先ほどジソが美味しいって言ってたのですごい期待しちゃいます。いただきます。もうこれ普通のラーメン屋でもめちゃくちゃ美味しい。これは本当に日本プラス台湾の味がどっちも含まれてる感じ。ちょっと日本人からすると薄めだけれども甘みも強くて超美味しい。しかも濃厚。これ本当にすごい。アニメの中の世界が再現された空間でこんな美味しいラーメンを食べれると思わなかった。すごい本格派。今回はこういう機会いただいて本当にありがとうございました。こちらの店長さんと先に電話してたから、店員さんのおかげで先に入りました。本当にありがとうございます。でさらにこれも貸してくれた。うわ、結構重いよ。ちょっと重さがある。手裏剣、手裏剣。あとこれ4体目のパパ。これは普段だとお店の飾りだから普段は触れないです。でさらに本当にありがとうございます。私大好きなグッズもありました。うわ、中の帽子だ、すごい。これですね、なんかさっき言ってましたね、なんかちゃんと店員さんに確認しました。こちらの靴はフィギュア以外のものは全部台湾限定のグッズです。だからこれ台湾限定のグッズですよ皆さん。あとはこれは鏡、これもコノハ隠れのカモ。わあ、すごい、キーホルダー。しかもナルトのカカシ。で最後はえ、もしかして、もしかしてこれはドリンクホルダー。わ、これすごいでしょ。すごい、かっこいい。わあ、嬉しい。本当にありがとうございます。これ一生大切にします。もうカモです。続いてはですね、サイドメニューも頼んだんですけど、店員さんに台湾っぽいものありますかって聞いたら、サイコロステーキをおすすめしていただきました。ヨイチステーキの10倍ぐらい高級になった味。台湾独特の黒胡椒のパンチの効いたタレがご飯と一緒に食べたくなるような味ですね。まだ見て、みんなはちゃんとラーメンのスープは全部飲み切った。この間台湾人が思ってた日本の文化、ラーメンのスープを全部飲み干さないといけないって思ってる人多いって聞いてびっくりしたんですけど、アニメでもちゃんと飲んでるからかな。そうそうそう、実践してるのかな。本当に飲んだから。最後のデザートが来ました。こちらは団子、醤油味で、上はカツオがあるね。へー、日本語初めて見た。どうしたの超不思議な味。みたらし醤油の醤油じゃなくて昆布醤油の醤油だ。だからか、なんか昆布醤油といったらカツオでしょ。だからカツオと昆布醤油の組み合わせは初めて団子と一緒に食べるね。私団子はちょっと中に甘くてすごいもちもちしてるし、しょっぱいものと甘いものの組み合わせ、こういう感じ。でも意外と美味しい。はい、それではちょっとあのイケメンの副店長さんに
インタビューしたいと思います。イエーイ、また大興奮。你好你好你好。现在的话男生比较多吗？男生还好，其实我们的客群都很普遍，刚刚好，都算一半一半。那年轻人比较多？年轻人比较多，但是老的其实也没有说非常少。这个店准备了多久？我们从今年的一月就开始准备了，已经准备了很久很久。现在的话排队一定要多久？其实每天不一定，会看就是现场状况来去决定我们发的号码还是数量，然后会去限量。那客人等过最久可以等到六个小时。六个小时？六时间？有醉。我听说很多人有 cosplay 来。对，没错，这段试营运期间有 cosplay， 然后或者是带身上有带一些关于火影的元素配件，那我们都会送或是招待一份饺子。现在是只要一店，对不对？所以对，如果有机会的话，两店、三店之类的吗？对对对，我们目前的意思就是希望，如果在台北如果做起来，然后觉得各位粉丝的回应也很热络、很热烈的话，我们有打算在台湾展第二间店。哇，好期待哦！好期待哦！台湾人都是那个喝完那个汤吗？其实看到蛮多男生客人会比较蛮爱喝汤，毕竟女生可能有时候会。比较咸，对对对对对。而且你们的碗好像有一点巧思，对不对？里面有写名字。对，没错没错没错。我们有每个角色基本角色卡卡西、佐助跟鸣人，还有小樱的基本碗。那这些碗是可以买到的吗？我们又要到现场来填写预购单，当下写预购单的时候会有一些基本资料，货到的时候会再联络你。谢谢。好，谢谢谢谢。どうでした？今日体験してみて。本当に感動。私はずっと淡路島のナルトボルト公園に行きたいけど、もう今コロナの影響で行けなかったね。だからこうやって台湾でも一楽ラーメン食べれるなんて本当に幸せ。アニオタとして本当に超感動、本当にありがたいです。あとぜひ日本の皆さんももし台湾に来たら、台湾の一楽ラーメンもぜひ来てみてください。台湾限定のグッズがありますよ。今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバイ。この動画が好きならチャンネル登録してまた見てください。それから私は次のフォローをお願いします。リンクがあります。それじゃあ。